もう先言っちゃうんですけど、レゴストア作りたいっていう人はこれ絶対買った方がいいです。いや、これめちゃくちゃすごい。皆さんこんにちは、ジェスチャーレゴビルです。ひらひら。はい、今回紹介するレゴはこちらです。はい、こちらレゴマイクロスケールレゴブランドストアです。はい、今回の動画はこちらを組み立ててレビューします。はい、では箱を見ましょう。もうこれはもう嬉しい。はい。ちなみにこちらは大阪の梅田のレゴストアで買いました。値段は3,500〜3,600円ぐらいしました。もう先言っちゃうんですけど、レゴストア作りたいっていう人はこれ絶対買った方がいいです。はい、箱の後ろはこのようになってます。では開けます。うわ、パーツめっちゃ入ってます。はい、箱の中にはパーツの袋が5つと説明書が1冊とシールのシートが1枚です。レゴのマークってシールなんですね。僕てっきりプリントパーツだと思ってました。では袋からパーツを出します。Bye.
はい、まずは組み立てが完了しました。もうこの時点でめちゃくちゃいい。ではここからシールを貼ります。せーので、完成。レゴブランドストアです。うおー、いやこれめちゃくちゃすごい。もうこれはっきり言います、100点です。はい。いやもうこれはもうどう見ても100点ですよ。いやこれはすごい。はい、付属するミニフィグは2体です。お父さんかそれかレゴストアの店員さんですね。まあでも実際のレゴストアの店員さんって長ズボンと T シャツなんで、あ、レゴストアの店員にしてはなんかちょっとチャラいっすね。はい。でこちらが子供のミニフィグです。まあ個人的に言えばどうせだったら店員さんのミニフィグも入れて欲しかったです。はい、ではこちらのレゴストアを見ましょう。やっぱ一番目に引くのはこれですね。このレゴのロゴのパーツ、さっきも言った通りこちらはシールになってます。本当に僕これプリントパーツだと思ってました。はい、横はこのようになってます。上の窓の造形がめちゃくちゃすごいです。で下にはこれなんだろう、 ATM なのかそれかモニターだと思います。反対側はこのようになってます。そして後ろはこんな感じです。いやもうこれまんまレゴストアですよ。いやこれ本当にこのセット2個買えばよかったな。いやーこれは参ったな。天井はこのようになっています。でこちらのレゴストアはまず天井が外れて1階と2階が無理します。はい、すべてバラすとこんな感じです。これは僕が前にレビューしたレゴクリエイターケーキショップとほぼ一緒のギミックとなってます。では1回読みましょう。もうこの時点でめちゃくちゃクオリティが高いです。ちょっと見やすいようにこのパーツは外しておきます。はい、1階はこのようになってます。これはもう本当にレゴストアですよ。もう何回も言ってるんですけど、いやこれ本当にすごい。まずこれが棚になっていて、そして棚をよく見るとレゴ忍者号とレゴシティとレゴフレンズとレゴクリエイターがあります。ちなみにこちらは全部シールなんですけど、めちゃくちゃよくできています。ちなみにこれは取り外すことができます。はい、1階と2階に売ってあるレゴはこんな感じです。レゴシティとレゴフレンズとレゴ忍者号とレゴジュニアーズとレゴクリエイターです。ブロックの色がそれぞれのレゴの箱なのでめちゃくちゃクオリティが高いです。ちなみに実際のレゴクリエイターの箱はこんな感じです。どっちかっていうかこれよりかはこっちの方が近いです。セール品を置いている台です。これはどっちかっていうと造形に関しては結構さっぱりしてますね。そして反対側にはなんとピックアブリックがあります。やっぱレゴスターといえばパーツの詰め放題のピックアブリックです。クリアパーツの使い分けがすごい綺麗です。もう本当にこれパーツの詰め放題ですよ。これすごい。そしてこれがレジです。正面に映ってるのは完成品のモデルです。はい、では次は2階を見ましょう。もう2階もまあクオリティが高いことだわ。一番すごいのはこのビルドアミニフィグの台がめちゃめちゃすごいです。何気に上に乗っているマイクロミニフィグより小さいミニフィグがめちゃくちゃすごいです。なんとちなみにこれは2個入っています。そして前に飾ってあるのは組み立てモデルなのかな？これはどうだろう。あ、そうそう、これ知らない人もいると思うんですけど、レゴってもともとは木製のおもちゃだったんで、もしかしてなんですけど、これ完全に木製のおもちゃなのかな。まあ、それはさすがにないですよね。完成モデルだと思います。これが消防車で、これはなんだ、汽車か、それか、これはわかんないっすね。そしてワゴンの棚の中には盾が入っています。これはおそらくレゴストアの柔らかい素材かプラスチック製の盾だと思います。はい、付属のミニフィグを使ってみるとこんな感じです。いやこれはもうめちゃくちゃ雰囲気が出ます。なんか実際にレゴストアに行ってるかのような気分になります。はい、2階も同じようにしてみました。いいな、こんだけ買ってもらえて。はい、レゴマイクロスケールレゴブランドストアはこんな感じです。はい、ということでレゴマイクロスケールレゴブランドストアを組み立ててレビューしていました。もう個人的な話なんですけど、これ間違いなく100点です。いやもうこれは本当にすごかったです。レビュー中にも言ったんですけど、これはもう間違いなくレゴストアなので、これは本当にすごいです。まあ個人的に残念だったなって思う点は、やっぱ店員さんのミニフィグは入れて欲しかったなって思います。であとはレゴストアのセットといえば、確か5000円か6000円以上買わないともらえないイメージがあったんですけど、こちらは3500、600円で買えますので、気になった方はぜひ組み立ててみてください。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければグッドボタン、高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。ほならー、イエーイ。